あれルはれやんなそうだそうだそうタが思い出せないわあのハテの考察機 y b とよくしゃべる脚本家のうわ何だっけな無限まやかした。 タレントっていうことでもその芸人じゃない人が入ってたらちょっと信用できない感じも実はしててなるほどねでこれ僕よく言うんですけど、まあ、僕はその芸人というポジションにおいてはまあかなりその外れているんですけどうん、うん、でもやっぱりその先輩のなんかそのニューヨークさんとかナイツさんとかが普通にその芸人として呼んでくれるっていうのはなんでかっていうとまあ、その舞台上に出て。 受けたことと滑ったことがある人間っていうのはなんか同じ血が流れてるものとして認めるすごくまあ村意識みたいなのがめちゃくちゃあってで僕はある意味その芸人ってメンタルを病みやすい存在でもあるけどその最終的には普通に生活してたらもう社会からあぶれてしまうような人でも本当にとてつもない低い収入とか結構な病気抱えてたりとかしてもなんかそこそこ。 友達は多分普通の人より多くいられるっていうかああいい話だなそれでおごってもらえたりとか「うん、全然ダメだよ今月もお前全然面白くないよ」とか言われながらも「うん、じゃあ飲み行くぞ」って言ってもらえる、うん、それってあんまり普通の社会ではありえないことい、ね、ありえないね <laughs> でその時期を全員、うん、めちゃくちゃやっぱエリートの人たちではあるけど、うん、全員一瞬は経験してるんですよね多分いやー確かにねそう。でそれって多分バラエティで売れてる他の人たち例えば「うん、ラビット!」に一緒に出てる他のレギュラーの芸人じゃない面白いミュージシャンの人とか、うん、アイ元アイ,ドルアイドル出身だけれどもバラエティもできる人みたいなのがここに1人いてそれができたかっていうと、うん、俺ちょっとねそれなんかね嫌な気持ちになると思うんですよね。 わかるななんかさそれあるよねあれさ2とか特にだけどまあ一目か両方なんだけど後半にかけてあの助け合わなきゃいけなくなってくるじゃんいやいやねいやいやでもいやいやなんだけどあれなんかさ自然でいいんだよねそうこうさ助け合いってさちょっとさ割と例えば知らない人同士だとさ遠慮が生まれたりとかさするじゃないなんかあの突きに手を組むことに お互い躊躇がないというかそ,うそれはねマジでねああそれは芸人さ特有なのかもねあの,あの本当に特有で、ね、まあだから芸人っていう職業をなかなかやめられない理由っていうのもすごくそこにあると思ってて、うん、面白い。要は仕事のアウトトプットと、うん、まあ評価 うん、みたいなものが、これほどそ,その瞬発的に行われる職業っていうのはなかなかないと思っていて。だから、えっと、舞台上で、まあ、例えば、ネタがちゃんとあったとしても、あ、滑るって思った瞬間に、アドリブで何か足して、うん、で、その瞬間にパーンって思った。台本より受けるみたいなことって、うん、まあ、おそらく全員経験当然していて、うん、それって機機を感じてから、反応して、評価が返ってくる。うん、で、それが台本より高かったという、自分の中でのフィードバックをするまでが。 1> 1秒とかだったりするははははい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 、はい、でこれってまあアスリートとかだったらギリギリあるかもしれないですけどそれを集団でやるというのも、うん、今の芸人のカルチャーとしてはまああってはは、うん、はいはい、はい寄席だけの時代だったらなかったですよね、うん、落語と色物っていう時代だったらなかったですけど、うん、今のお笑いライブシーンにおいてはまあ どんなライブでもそのエンディング全員集合とかゲームコーナーみたいないわゆる平場という空間があり確かにねそれこそテレビだとね、うん、そのあのこうトーク番組のひな壇だったりとかみんなでゲームしてる場面とかううよく見ると思いますけどあそこにおいて少なくとも一緒に出てる人のことを滑らせることって全然メリットがなくて、うん、そうだね、うん、だから滑りかけてる人っていうのが目の前にいた瞬間に助けない理由って本当になくて。 本当にないしそれが別にさんかこう事前的なその善の気持ちというよりもこれで自分が乗っかったら美味しいっていう欲もあるからそうそうそう自分のポイントにも絶対になるからそれって健全だよね結構だから人の受けそうなやつとかを潰して横取りするとかは当然あるし主にやってきた人たちなのどこのメンバーは確実に結構やってきた側の人たちに違いないんだけどだからこそ。 あ今回の今日のライブやばいなみたいな今日のライブお客さん重いなみたいになった時ってどんな手を使っても爆笑を飛びに行くんですよねああいいねだからその時の作業にある意味すごい似てるっていうか面白いななんかこうあの健全な競争じゃないけどさ、うん、めちゃくちゃ不健全よだってもう, <laughs> もうこれ今日ダメだなみたいになった時にはだって先輩の暴露話とかそこにいない芸人の悪口とか徹底的に言うからねこういう人たぶんこういうのにも似てるからやったことある あることに近い感覚なんですよね。多分ね。ねそ,そこで団結するっていうのはだから、それはなんか見ててすごい。スムーズなのは、これは一般人を集めたら成立しない。スムーズさでやることは。まあ絶対間違いない。いや、ほん成立しないね。それがそのね。藤井さんとの信頼関係っていうのももちろんあるし、それがなんか美しいんだよな。ないや。そう。美しさすら感じるね。そう。 いや確かにあとはやっぱりその藤井健太郎さんって人はすごいね。うん、<laughs> なんか今なんか前も言った気がする。なんか前も言った気がするけどさ、<laughs> うん、なんかその藤井さんがさ、うん、これ前はこれ言ったっけどなんかその藤井さんがツイッターでさ。うんうんうん 言ってたのよさらば青春の光の「うまろう」っていうあれ死ぬほど面白かったんだけど俺んかそれを引用してそれを紹介して藤井さん関係ないからねさらばのチャンネルの藤井さん関係ないやつを紹介してんかこうテレビでできないっていうと大抵テレビでできないだけなんだけどこれは違うみたいなことを言ってたのよ。悔ししそうに書いてまた俺 ああこれだと思ったのよ。なんか最近さやっぱ配信の動画配信サイトとか、うん、YouTube もある意味そうなんだけどそういうのが出てきたことによって、うん、そういうところでバラエティ的なものが出てきたじゃん。で大抵そういうのにつく枕言葉って、うん、地上波では絶対無理みたいなのなんだけどだ、ねうん、でもそこに対してさいや無理だから何ってちょっと思うものもなくはないというか。うんうん 別に無理ななだけでで見たくないですよとかそれってできることですよっていうかテレビで無理なだけで世の中においては無理じゃないけど別にみんなが見たくないし作りたくないからやってないだけですよみたいなものとかがただ過激だっていうだけですごく跳ねてるものとかってなんかうーんって思いますよねそう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 なんかそれをこう綺麗になんか言葉にしてたし、うんうん、なんかそれに対するさこう大脱出はなんかアンサーというかこれ 地上波でできないししかも抜群に面白いいとうかそだよねから理由がいろいろあって例えば僕がすごい面白いなと思ったのは例えばシーズン1で言うと指名手配犯の名前を答えなさいっていう日本で指名手配されてる人の名前を全部答えなさいみたいなやばいクイズがあってそれってでも俺ただのゴシップ興味だけじゃなくて。 指名手配犯の名前って交番の前を通る時にはみんな見てるものでだから全部読み上げるシーンがあるんだけど、うん、全部聞いたことある名前なんですよね。なるんだよねそう。だからあれってある意味「スラムドッグミリオネア」っぽいっていうか日常の知識の一つでもあるその道路標識に関するクイズです、うん、とかと同じレベルの難易度のはずなんだけど、うん、地上波ではなぜか多分やっちゃダメ。 やっちゃダメなんだよねっていうところをな,なぜダメなのっていうことでいうとそこまでで過激ななネタでもないと思うんですよそういうのをかゆいところに手が届く感じでネタとして使ってくれるみたいな面白さもあったし、うん、なんかインタビューでこれがなぜ地上波 NG なのかっていうことに関しては、うん、それぞれ細かい一般の人だと分かんないルールとかも結構あるので何が NG なのか本当は全部はみんな分かんないと思いますってなんかインタビューで言ってたんですよ。ななるほどねだかからら僕もも多分分っっててい部あ テテレビののバラエティのしかも現場の人だったらあこれってこういう理由で NG なのかなって思うポイントって結構すごいいっぱいあるらしくてだからそう簡単に素人が良さを全部分かってるとも思えないっていうぐらいの専門的な高度なことをやってると思うねそうだねだから俺もさ、うん、やっぱその地上波ルールにがんじがらめになってものを作ってる人間だからさなんかその微妙なのをかいくぐって吸いだうってやられてると思うし。 で大脱出は、うん、あの絶妙にそのできないとこだけ、うん、結構ちっちゃいところ、ねうん、を抽出してやってるなっていう感じがしてそれがなんかね面白いし、ね、でその上でね俺ねあの大脱出がね、うん、いいなと思うところね<お>あの絵が安いとこあ<ー>俺それが逆にいいの。ななるほどねねねねあのねなんか、ね、う全然これ、ね、えっと、うん 批判じゃないんだ例えばお笑いの,その要は反バラエティー、うん、反ドラマみたいな作品ってありませんか最近ちょっと流行ってるというかねそういうのがさそれこそ配信サイトでもそれこそ DMM でもあるしうん、うん、ネットフリックスとかでもあるじゃない、うんあああまあ、面白かおもしいのもあるしどういうコンセプトなんだろうってやつもあるよね俺ねそれ見た時にうん、うん これカメラが良すぎるんだってちょっと思ったのあまあ思い当たるやつはあるなねなんかまあ好きなのも好きじゃないのもあるけどなそう俺ね好きなそのコントかと思いきやみたいなやつだと俺ね「シックスっていうドラマが好きなの佐久間さんがテレ東でさかなり前のやつなんだけどこれは 連作コントかと思ったら実は地続きのドラマだったっていうのは最後わかるっていう話だったみんながみんな何かの病気っていうあそう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 あと「ウレロシリーズ」って呼ばれるあれは要はアイドルのプロデュースする芸能事務所を舞台にしたまあ嫉妬コムだよねそうだねまあその新喜劇とかフルハウスとかみたいな感じっていう舞台であるコントっていう感じそそううでんかが 結構配信に進出してきたというかそういう流れはありますねあったんだけどあれによってね多分予算がついてるわけよ予算がついたことでルックをきれいにしたことによってなんか俺の中ではあなんか逆転しちゃったと思ってそれは何が逆転したっていうとなめてたらちょっといいものだったっていうところからルックが良くなっちゃったから こっちも期待していって、あ、こんなもんかの方に、俺片足突っ込んじゃってるなって思ったの。たまにある。ものが、ね、たまにあるじゃないなんかそれで残念な思いするときが、ちょいちょいあるのよ。わかるわかる。だから、えっと、振り落ちの、うんうん、振りの部分がお笑いで、 の部分が豪華な映像で振られちゃうとその先がないっていうかそうなのよだから僕は好きなのは Netflix の佐久間さんの「トークサバイバー」は俺は結構好きで俺もトークサバイバーは結構好きであれはやっぱどこまでいっても千鳥さんっていうのが完全にやっぱスかしの人たちだからそうねゼロから何か作ってくっていうよりかはおっきなものに対してスかしたりとか真面目にやってる人たちに対して小バカにしてたりとか。 そのちゃんとやんなきゃいけない場所でちゃんとやらないとか、うん、っていうことで今の地位を築いた人たちだから、うん、映像が壮大であればあるほどその中で「演技下手やな」とかそ<う>「いやそんな話すな」とか、うん。 いうのがちっちゃい話とかちっちゃい演技とかがあればあるほど面白くなるっていうのはやっぱ千鳥さんだから成立してるっていう部分があってあれ振り落ち綺麗だよねその逆に映像を振りにしてんだよね綺麗なもん見れるかと思ったらしょうもないもんみたいな感じだからわかるわかるそのパターンはいいんだけどその壮大な方が落ちになっちゃうとちょっと厳しいっていうのは結構わかりますねそうなのよって思った時にでもそうする思いもわかるのよ 多分結構多めに予算もらってるはずだし、うん、でどっかで地上波のものとは差別化しなきゃいけないから、うん、何が違うかって言われたら豪華なんですって言うっていうことですよねって思ったんだけど、うん、大脱出はその、うん、お金の使いどころみたいなのがさ、うん、ルックじゃなくて、うん、あのアイデアとかに使われてんのよそ,、ね、そのなんていうのかなセットっていうか、うん、そのセットの内内装じゃなくて、うん、その外外 外構造というか外枠構造ネタバレになっちゃうからうまくいえないんだけど、うん、装置の構造の技術にお金がかかっているのであって、うん、そう絵面にはそこまでそう絵面は結構ドライですもんね、うん、でしかもほらあのやっぱ小型カメラをたくさんつけてるんだろうからもちろんルックがそうなるのは当然なんだけどだから、えっとね、例えるならね、うん、あの大脱出は、うん、あれ以下の予算だったら不可能なのよ。 なるほどね。でもたまに、その俺が違和感感じるやつは、<うん S 1> これ多分あの。ちょっとセットしょぼくして、ちょっとカメラしょぼくしたらできるな。っていうやつ。なんか、できる範囲の中においては。うん、超頑張って、予算を苦面してるだろうってことですよね。うん、あ、そう、その贅沢してる部分はあんまないだろうってことですよね。そう、だから、えっと、なんかね、あの、デコレーションで、得た予算をデコレーションに使ってるんじゃなくて。 こののお金がなないいいとできない仕掛けのために使ってるっててるう感じそれがなんかめちゃくちゃ誠実でね、うん、俺なんかそこもいいなと思うんだよね確かにねそのオープニングとかエンディングとかもその今までの「水曜日のダウンタウン」のトンマナで,、うんうん、で映像をゴテゴテ CG で立体的にするんじゃなくてちょっとその引きの感じのちょっとレトロのデザインのロゴだったりとか音もヒップホップの。 そのトラックメーカーの人の結構シンプルな音源を一個作ってもらってそれをただずっと「テのテてテてテてテって,ってやつずっとただ流してるだけっていうそのオフビートな感じで。 その引き算で演出してますよねそファッションの部分をそう,そう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 ,そうだから、えっと、MC のバカリズムさんと小峠さんがいる部屋とかも、はい、もうめちゃくちゃですもんねあんなん多分今撮ってる部屋より狭い可能性あるぐらいの部屋でやってるけどこの画角がこうなるとこうっていうまあ仕掛けとかもあの部屋の中にでさえあったりとかもするしそうなんだよだから確かにねその予算を潤沢にある分を全てアイディアにつぎ込んでいるっていうふうに言えるかもねそうだかからなんかあの 地上ではできないみたいな圧倒的スケールとか言っときながらとりあえずナパームで爆発させとくみたいなのとかがたまにあったりするとまあそりゃお金あってよかったねというかでも究極その爆発は嬉しいけどなくても大丈夫みたいなでもこの大脱出は全てがなくてはならないもので出来上がってる感じがあって確かにねそれがねそのストイックな感じもまたね。 潤沢な予算をもらったバラエティーとしての一つの回というかでもこれを実現するのは相当すごいチームじゃないとできないぞっていうだからもう完全にアアイデ主義ですよねそうなんですよ。で演出の部分は欲張らずにミニマリズムでやってるから確かにないやそうなんだよな結構これはもう他のものを具体的に結構下げちゃうことになっちゃうからあんまり言いたくないけど。 例えばその賞金を莫大にするとかはい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 とかすごいセットを使うとかっていうものでまあヒットしてるお笑いもあるはあるんだけどかなりの確率でこけてるんですよねそうなのよ一時期そういうのボンって出た時あったけどそうなのよそうなんだよねだから結局 まあ、ドキュメンタルが、まあ、一部の人たちには人気っていうのも、うん、結局こんな賞金かけて、うん、そんなくだらないことやってるんかいで笑ってるから、うん、さっきの,その千鳥さんの理論と同じなんですよね,、うん、ね同じなのよだからそれで言うと「そのトークサバイバー」ドキュメンタルとかはやっぱ結構圧倒的でそうじゃない爽快な方に振っちゃってるやつって俺やっぱ最後まで見えないものが多くて俺もそうなんだよねそういうことで言うとこんだけアイディアの密度に 振り切ってる初のお笑い配信コンテンツかもしれないですねそうだね、うん、でしかもそのアイデアが、うん、本当こう出てる人たちを生かす形に使われてるからなんかあの いい意味で、本当にやらせ感がないのよ。そうね。まあ、まあ、そこは結構、うん、どんぐらいお笑いを見慣れてるかにもよるかも。<laughs> まあ、そうか <laughs>。あの、めっちゃやらせだと思って見てる人もいる。<laughs> まあ、そうああだってさ、うん、あの、シーズン2の最初で言うとさ、うん、その、めっちゃ不自然じゃん。その最初にさ、<laughs> え、何<え> <laughs> え、ここ何 <laughs> とか言ってさ、いやいや、その前どういう状況だったんだよって思うし、そ <laughs> まあそうか、そうか。え、誰え、何 <laughs> とか言って、いやいや、その直前、<laughs> 何だったのっていう。でも、それは、あの、水道の時みたいに、吉本本社から連れてくるみたいなシーンを撮ると、冷めるから、いきなり部屋にバンっている、映画っぽくしてるってことじゃないですか。うんうん、多分そうだと思ってるよ、俺は。うん、うん、うん。まあ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 、とか、とかもまああるんだやるんだね。そう、おい、うん、しくやってる、うん、だってとこもまああるから、面白いんですけどね。 俺はね、あのジャッカス。ああ。わかります。俺わかるけど、見てないな。あ見なくていいです。あの、昔の。アメリカの、まあ、昔じゃないか。えっと、九十年代末から二千年代にかけてかな。に、えっと、アメリカの。なんて言ったらいいのかな。まあ、今でいう、もう本当にユーチューバーの走りですね。の人たちが、その街中でとっきりを。その一般の人に仕掛けたりとか。まあ、あと、本当にただ単に体張ったりとかする。 映像をいっぱい撮ってでそれをこうビデオとして発売してで売れてで,ザムービーまで行ったんんですよ<ー>ザムービービ多分3本ぐらいいあるんじゃないかなか、うん、1>, 1個1個の単発はやっぱ結構水道に影響を与えてる部分も多分あるんじゃないかなぐらいのやつなんですけどいかんせん最終的にこう過激であることっていうゴールが絶対あるので、うん、あの俺がね高校ぐらいの時に見てすげえ面白かったのが、うんえっと、お葬式の棺を運んでいる人たちに扮して。<laughs> で、霊柩車から、あの、棺を出してくる真似をしてるんですよ。で、周りの人たちも結構珍しいから見るじゃないですか。で、あ、お葬式、この辺でやんのみたいな。どういうことみたいな感じで注目を集めておいて、棺をひっくり返すんです。なんでああって言って、死体が路上に出ちゃったふりをして、それを見てる通行人の顔を撮るっていう、やつ、俺、すげえ面白かったんですけど、見れるんすげえ。 当時そのレベルのやる人たちはいなかったからまあもう本当に今の YouTube っぽいノリですよね。うんうん、であとはその仲間たちの一人がその仮設トイレみたいなところで、うん、まあ排泄をしてる時に、うん、その仮設トイレをクレーンで吊り上げてひ、うん、っくり返して <laughs> <laughs> 一回転させて戻して逃げるみたいな。中で糞尿まみれになった仲間が切れて。<laughs> あはいとか言って怒って出てくるとこで終わるっていう、うん、その別に落ちてないっていうか。<laughs> いやその汚さとか体の張り方とか迷惑のかけ方のレベルで言うとちょっとレベチなんで面白かったんですけど「ザムービーとかにした時にやっぱ本んにやっぱ一本の話になってないから見てらんないんですよ。でブレーンみたいなやつもいるようでいてめっちゃバカだし全体を統括するほどの集中力もないから本当にひどいものなんですよ。だから といやここまでできるんだったら、全体設計を誰かがちゃんとやればいいのになぁ。 ってずっと思ってたんですけど、うん、それを十数年越しに見れた感じがあって。なるほどね。なんかそのそれぞれの人たちのすごい大きかったり、すごいちっちゃかったりする感じとかも、結構ジャッカスっぽいんですよ。へ<ー>その体型も結構すごいバラバラの感じがあって。だから海外で受けそうだよなとかもすごい思っちゃうんだけど、D. M.、MM、M. だと難しいのかなとかね。ねあ、そうだね。言葉の壁越えられそうだもんね。そうなんだよね。うん、結構非言語でいけんじゃないですかね。もう本当大ダッシュつうの、あの。 一番笑えるところなんてもうバンコク共通でしょ。もうあれすごいよな <laughs> あれもう本当ぜひ見てほしい、本当に。あれさ、世界のギャグ漫画においてさ、<え>まだ出てないでしょ、多分まだ出てない。あの形状のものをああやってやり取りして。そ,そうそう。まずあの特殊状況が、そう。絶対にないから。し、無理だと思うもんな<当>。あれは多分計画してないよね。計画してないその芸人たちの生きる力が強すぎたってことだもんね。<laughs> そ,うそうそう。なんならやり取りできないメニューを出してるはずなのに。<laughs> そうそうそう。だから、 それをやり取りできないことで、クソみたいな話になるんだと思って。そうって食べてて、怖いって上から言わせたかったんだろうけど、だからパンとかね、おにぎりとかだったらできることを、え、汁物でやるみたいな。これ聞いてる人マジで、見てない人意味わかんないと思うんですけど。見た人は絶対わかると思うし、一番面白かったシーンランキングで、シーズン2でちゃんと投票募ったら結構ダントツだと思う。本当に もう本当に。<laughs> oh. <laughs> 腹ちぎるかと思ったの。あもしくは、あの、ほぼ犯罪のシーンのどっちかだけど、あれは怖かったシーンだもんね。そうそう。怖かった。面白かったシーンで言うと、やっぱ、あの、飯のとこだと思うんだよ素晴らしかった。だから、あの、今まで構造の話してきたけど、あの、基本はもうヘラヘラめっちゃ笑える。あ、そうね。場面がまず面白い。そうね。最後の最後でこんな基本の話しちゃったけど。そうだね。うん。そうだな。まあ、中盤のね、本当にしょうもないクソやり取りとかも、 面白いしね人間味が出てるところも特にさらばさんのパートとかはもともとのイメージが結構覆えるみたいな感想もあってこっちの人がこうでこっちの人がこうだと思ってたら、うん、むしろこっちの人の好感度がこうでこっちの人の好感度がこうだっていう感想を俺よく見るんですけどそ,うあそうなんだでも分かるよ。なううなるほどねみたいな <laughs> あのだらだらしすぎじゃないとかその、うん、緊急事態なのにゆっくり電話しすぎじゃねとか、うん、なあ,ありがとうなとか。 ああ、そうやな、むずいよなー、とか言って、もうええってもう切れて <laughs> 何してんねんとか言って、その、本当に仲悪い時の芸人ってこういう感じっていうか、<laughs> そうそう,そう <laughs> でもめっちゃ性格出てる、結構いいシーンだったと思う、いや、そうだよね。そうだ、そう、<laughs> そういうところもあるんだよ。その、本当人間の本当が見える瞬間があってさ、そうね。うん。あと、あれ面白かったあれ、SNS でも出てるけど、うん、その、 井口チさんと新一さんだよな、多分。<ー>が、その場にいない、マジで関係ない人たちの悪口言ってるところ。あ、そ,そ,そ, <laughs> そう、ずっと、そうそうそう。マジ本当に悪くない人たちのことを悪口言ってるところ。ひどすぎる。<laughs> ひどすぎる。本当にひどい悪口言ってる。あれあれ日常だから普通に。<laughs> もう本当、どうせ、どうせ配信だしいいだろうみたいな空気があるのよ。そうそう。でも宣伝で切り抜かれてるからね、ひどいよ、本当に。ひどかったけど。でもなんかその冗談のレベルが上がった感じがするのはなんか。そうだね。うん。いやだからこれわざわざね、やっぱ紹介したくなったのは、はい、もうその、 なんか、ただ面白いだけじゃなくて、そうなんだよ。うん、新しいんだよ。普通新しいの。そう、新しいし、うん、なんかこう、一個のスタンダードになってほしいという願いすらある。確かに、うん、まあ、こんなのがスタンダードになったらたまったもんじゃないが、うん、でも、これに準ずるものを、うん、ぜひ今度また作ってほしいし。確かにね。うん、だから、なんか、ただ面白いよだけじゃなくて。うん 新たなルールを作ったって感じするそうだね。エンタメの何かを。あと俺、実はさ、これやってることはついより結構ひどいけどさ、俺、これ地上波放送しないで、その心ある550円払った人にしか見せてないっていうことで言うと、ついよりひどくないんじゃないかなって俺思ってて。思うよ。その、これ見た上で、全員のこと好きになるじゃないですか。どう考えても。どう考えても好きになる。ね。 うん、ひどいことしてる人でも好きにななるじゃないでですか、うん、でもクロちゃんの,あのわがままな行動みたいなのを、うん、ドッキリでとんでもないこと仕掛けられてるのにで、うん、で地上波で見た人って結構はい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 クロちゃんのドッキリあんなに見てるのにクロちゃんのことなぜかみんな好きになんないじゃないですか <laughs> すごいよねでそれは才能でもあるんだけど、うんうん、でも俺無料だからだと思うんだよねまあそれはあるよ絶対あると、うんうん、っていうことで言うとこっちの方がまあそのキャラも より高く払えてるだろうとかそういう裏のことを抜きにしても、うん、なんかねそのタレントと視聴者のこうコミュニケーションっていう、うん、意味で言っても、うん、なんか健全なんじゃないかなむしろって思うよ思う直接課金に近いっていうか。うん、そうなんか共犯関係が出来上が上ってるね と思うううななそいんかだからあんまなんか否定するポイント俺実はあんまなくてめちゃくちゃよくできてると思ったという感じでまあ見た上で嫌な気持ちになっても知りません知りませんすげえって言ってるだけなんで快適だとは一言も言ってないですよ本当にすごかったで僕らはめっちゃ面白かったですよ本当にねもうスケジュール結構きつい 時期だったたたんですけど公開され日に全部見まし僕は。いや俺ももう見始めたら一気だった2が話題になってるからそりゃ1も見なきゃねって思って1から見始めて結構時間かけて見るつもりだったのにガーって見ちゃったそうね取っとけないねこれはねすごい YouTube で1話だけ無料で全部出てたりとかそういうサービスはあるっぽいのでぜひそこで雰囲気を見てみてくださいも 30日間は無料なので。そうなんだよね。だから今のタイミングで30日間の間にもうシーズン1、シーズン2を一気にパッて見ちゃうのがおすすめです。はい、ので。で、また、まあ一旦別に解約してもいいしね。うん,うん。で、なんか便利だなとか思ったらそのまま登録してもいいけど、まあ俺はぶっちゃけ、えっと、去年のシーズン1見た時に入って抜けました。ああ、そうですで、今回もう一回入ったタイミングで多分550円発生してるっぽい。 ね、でもぐらい今ってそういう時代だからね、うん、見たいもののために出たり入ったりするっていう、うんうん、正直初めて登録したけどあこんなになんかアニメとかがめちゃくちゃあるんだなっていうのは知れたみたいなのはあるんでそうだねだからなんかサブスク一切入ってませんっていう人が入ってみたらちょっと驚くかも、うん、確かにねあこんなに見れるんだ550円でみたいなそうだねサブスクサイトの中で550円って割と底根に近いから底根だね完全に底根だね のなんかねお笑い DVD のそのまま配信されてるみたいなやつが結構いっぱいあってあれちょっと珍しいねあれめっちゃ珍しい、うんうん、なんかそういうのでお笑いに力入れてこうとしてるんだなとかはと分かったりとかいろいろなんか応援したいですね今後もねそうですね、はい、という感じで長くなってしまいましたが大脱、はいえー、出についての話でございました、はい、引き続き 藤井コンテンツが面白かったら、つい喋ってしまう時がまたあるかもしれません。あるかもしれませんけども、<laughs> ぜひぜひよろしくお願いします。<laughs> ありがとうございました。高野湊でした。ありがとうございました。高 <laughs>